間かかってる、ね、時間がない。一回目で合ってるで、休みの日はできた。うん。おでん、これぐらいの厚さに切るか。これぐらいの厚さに。これぐらいの。うん。薄かったら美味しないの。お父さん、あの火がもったいないでしょ、それが。ああ。考えよっか。これをね、皮をこう剥くなよ。うん。剥いて、この縁取りをするわ、こうやって。うん。こうやってきれいに縁取ったら、きれいな大根になる。この繰り返しやけもうええわね、トライでも同じことする、ね、まあ、わかったわね、うん、やめとけ、一つやったらやめといたって、もったいない。おばあちゃん、お米の時するって言ってたけど、この子も知らったの水で言うけど、甘みができるみたいな、もう一回色が綺麗なね、お米の時するって言われて、そんな気がするけど、こんな説はないの、何にも、うん、自分の考えも、この繰り返し焼きもええわね。どっから出てきた考え、タケノコラのあれでいただいたら綺麗に歌う。何がおかしい？おかしいはタケノコが綺麗に湯が湯がけるけ、これもええかなと。うん。謝ったこといっぱいしようかもわからん。いいやろ。これ同じことやきもええわね。うん。はい。同じこと、無駄なことしない。わかった、うん、それくらいの、ガス、うん、利用したから、うん、今晩どもこカレーにするの、どうして言うていたらね、うん、フレンドパークがないようなネルもあるけ、ハイクもあるけ、カレーだったらもう先飛ばしもあるけ、蜜がけりがないと美味しくないよ、うん、うん、今畑いたけど全然出てない蜜葉が、うん、ちゃん来るんだった、いや着ないの、さっき着替えじゃん、でもその上は濡れてないけ、風邪かも、足元だ、おじいちゃん、倉庫におるまで手伝って言ったで、上の棚へ上げてと、うん、全部上げなさい、もういらんもの、お父さんはね、全部焼いてしまわないかんようなもんばっかり、でも、うん、私もと大変だわ、捨てるのが、うん、だからもう飲みたいんです、もっと使わんのに誰も、労働組合の幹部でもそりゃ参考になる老犬だと思えるタイプじゃない、
そのまな板を斜めにするのは癖。こうせんとこうやって置けんからよ。危ない。うん、危ない。狭いって台所。家が太いけど。こっちに置いたらいいの。家は割と太いけど、台所はゆうゆう狭いがやき。もったいないの、こんなもの、同じもの。うん、別にもったいなくはない。おばあちゃん、卵のね、おいしい焼き方を今日習った。あれやってみろと思い、うん、こうでこんといた、うん、あれんだけ甘だけを長いことね、うん、あの本場の甘だけを飲んだけど、白だったっけ、エビを背負ったわ。あ、卵の話から変わった、うん、急に甘酒の話が出てきて何かと思った。卵を入れて焼くんだと、甘酒を、うん、うん、それとね、白だしだけでものすごい美味しいと、うん、黒に焼けて。まあでも食べてみるとわからんよ、美味しいかどうか。あのおじゃこ、あのおじゃこも買うのやめろね。なんで、美味しい言われて買ったんじゃない、黒いのは。あのカルシウムが一番あるき、うん、そりゃそうかもしれん。あの白いのは口には美味しいし、アサリは主張権だ。うん。確かに何かであれ、人の話では、何か言ったら、吐いたら何かを入れてさらすんであって。吐いた入れるわけないやん、漂白剤ら。何か聞いたで。あのね、何でもかんでも人の話をね、鵜呑みにしすぎ、何の信憑性もない、わからん話を。けど何かで晒すというのは事実。食材に漂白剤入れるわけない。けどよね、あれはあのこう成長する過程でよ、白が黒になったりするけど、成長する過程であの取ったのがあんなに変わるかもからね、色が。色がダメな、味じゃなくて。いや、苦いじゃんか。もうおばあちゃん、懲りた。一回懲り。わからん。おばあちゃん、うんと一緒な子があるけ、これが美味しいよ、たそればっかりがおうけね。そうやね。うん。お醤油なんか変わってないろ、うん、昔からみんな少々使い。うん。うちはね、豆腐塗ったりすぎちゃったよ。うん。蜂蜜も使うろ。うん。それから、みりんも使うろ。うん。砂糖使うろ。うん。まだ、おまけにオリゴ糖も使う。うん。甘いもん、ちょっとね、取りすぎちゃった。うん。その話は急にどっか出てきた。いや、確かにね、いや、卵に蜂蜜じゃないか、甘酒入れたらええって今日のテレビでやりたので、うん、うんと、2時間で15種類作る奥さんがおって、その人も、うん、言ってね、けど、とてもじゃない、ちょっと、材料を言おうとれん、あれだけ、うん、無理、素人一般の家庭で。いやいや、15品も作られてもよう食べん、うん、野球選手の奥さんじゃねえ、あの人、うん、それがね、全然増えていなかったと。全然あの料理をね、用してなかったと、うん、結婚した時は。それが旦那がね、
全然美味しい言うて食べてくれんき言ってね、うん、ほんとね、あの料理の本をどっさりこう、びっくりするぐらい、それでね、独学やと、それを見て、これでいきね、これで、うん、これでお太鼓を用事で付けさせて、あの出させたらもう映画。味付けは？味付けはまだまだ明日、明日じゃない、今晩。あれは夕方から。あれは何時間ぐらいあのまま炊く？あれだけ、大根だけ夜が明くから。どれぐらい炊き込むわけ？大根なんだ。じゃあ夕方までかかる？かかる。じゃああの味付けするときはまた取る気言うてよ。はいはい、今日はするかどうかわからん。うん。